はい、そんなわけで VST プラグインを作っていきたいと思います。この間2020年7月に VST3.7 が出て、ジェネレーターでひな型を作れるようになりました。プラグインを作るのが簡単になったので、今回はその手順を説明します。開発環境の説明をします。 Visual Studio と C++ を Microsoft のサイトからダウンロードしてインストールしておいてください。また CMake というメイクツールを使うので、これも CMake.org からダウンロードしてインストールします。次にスタインバーグのサイトから VST3 オーディオプラグイン SDK をダウンロードしてフォルダに展開します。展開したらこんなフォルダができています。中を見ると VST3 プロジェクトジェネレーターというのがあるので、これを使っていきます。起動するとこんな画面です。一番右のプリファレンスタブを開いて、自分の開発者名、メール、URL などを入れます。SDK の場所は、展開した中に VST3SDK というフォルダがあるので、それを指定します。 Create Plugin Project のタブを開いて、今回作るエフェクターの情報を入れていきます。今回名前を Fuzz とします。バンドル ID は自分の持っている URL をひっくり返して入れるといいと思います。ファイルのプリフィックスもエフェクト名と同じです。出力先ですが、VST-SDK の下に My Plugin というフォルダがあらかじめできているので、それを選択します。あとはターゲットとなる Visual Studio のバージョンを選択します。Create ボタンを押すと、プロジェクトが出力されて Visual Studio が起動します。プロジェクトの内容はこんな感じで、では作っていきましょう。まずはエフェクトパラメータを追加するためにヘッドファイルを作成します。 Add からヘッドファイルを選んでパラムス H とします。場所は Fuzz プロジェクト直下のソースフォルダを選びます。enum の中で kfuzzid=0 とします。次に fuzz プロセッサー h を開いて ffuzz というメンバー変数を定義します。次に Fuzz コントローラー CPP を開いてください。ファイルの先頭で先ほどのパラムス H をインクルードします。次にイニシャライズ関数の中で今定義したパラメータを追加する処理を書いていきます。第3引数の0は 0.0 から 1.0 までの無段階に変化するパラメータという意味で、第4引数の 0.5 は初期値です。第6引数に先ほど定義した FuzzID を指定します。コントローラーの実装は以上です。
次にプロセッサー CPP を開いてパラムスイッチをインクルードします。オーディオ処理本体のプロセス関数を見ます。ここにコメントアウトされたパラメータ変更を検知する処理が書かれているのでコメントを外します。よく見るとデータの下に波線があって型の認識がうまくできていないようです。パラメータ変更処理に関する適切なヘッダファイルをインクルードする必要があります。ファイルの先頭で、プラグインターフェースズ、VST、IVST パラメータチェンジ整地をインクルードします。次に変更されたパラメータの値を取得する処理を書きます。パラム Q の getPoint 関数でテンポラリーの変数 value に取得します。失敗する可能性もあるので if 文で戻り値をチェックしています。結果が成功であればスイッチ分で着目するパラメータ ID を見ます。今回は最初に定義した KFuzzID です。 ID が KFuzzID ならメンバー変数 FFuzz に値を格納します。パラメータ変更処理は以上です。次にオーディオ処理ですが、その前に入出力バスの数が0かどうかをチェックします。0であれば、オーディオ信号の通り道がないので、何も処理せずに終わります。ナムチャンネルズでモノラルかステレオか、それ以上かを取得します。ポイント変数 in で入力バッファーを、out で出力バッファーを指すようにします。次にチャンネル数だけループします。モノラルなら1回、ステレオなら2回ループするということです。サンプルデータそのものを示すポインタ pin と pout を定義します。途中の計算用の添付変数も定義します。サンプルデータのループ処理を書きます。
今回はファズなので、まずは入力値を最大20倍ブーストして加算します。その次に振幅がプラスマイナス 0.8 を超えるようであれば 0.8 以内に収まるようにクリップします。それを出力値として書き込めばオーディオ処理は完了です。ビルドしていきます。ビルド処理の中で基本的なテストも実行されています。無事ビルドが通りました。それでは実際に DAW を使って確認してみましょう。ビルドされたプラグインはビルド VST3 デバッグフォルダの中にあります。これをプログラムファイルズ、コモンファイルズ VST3 にコピーします。DAW を起動します。サンプルとしてギターとドラムだけのプロジェクトを用意しました。コレクションズのプラグインの VST3 を開くと、自分のベンダー名の中にさっきのファズがあります。これをトラックにドラッグ&ドロップします。音を出して効果を確認してみましょう。